んにちは。どうも、竹優です。霊夢よ。マリサだぜ。先日、とあるタウンホール13の大会に出場してきました。結果は、どうだったんだぜ。このキラキラしたアニメーション、もしかして？結果は、初戦敗退です。いや、絶対演出おかしいだろ。いやー、相手がすごく強くてね。見事に全開を取られてしまったよ。ということで本日は、その取られた全開リプを見ていくぜ。カットが非常に上手だったから、ぜひご覧ください。編成は茜式ドラゴンだね。こんな配置だぜ。まずは、茜式を11時側から展開してきました。ドラゴンはその後、9時から3時に展開していたわ。まずはバルーンを突撃艦の前に出すことによって、トラップ確認をしているぜ。突撃艦が出てきたわね。クローンとレイジを使っていくよ。イーグル砲、ロイちゃん、対空砲あたりを壊していく流れだぜ。もちろん、援軍処理も兼ねていたんだろうけれど、今回は防衛援軍にアイゴレ3体を入れていたから、この編成には影響がなかったね。あら、まだライドラが生きているわね。エア水が向いていないから、配置の弱点をうまく利用した見事な攻めだったね。そして、ドラゴンを中に入れるために、下側もヒーローでカットしていきます。アイゴレ、ホグライダーをロイちゃんと混ぜることによって、ロイちゃんをシングルインフェルノタワーから守り、長生きさせているね。平行で、残った上の施設をベビドラによってカットしているぜ。シングルインフェルノタワーが残っちゃったわね。でも、周りの防衛施設がなくなったから、すぐにドラゴンが向かう形ができているね。ここからドラゴンの展開かしら？その前に、このままだと下へと逸れてしまうから、ババキンとアチャクイでカットするぜ。あら、ドラゴンが一気に出てきたわ。ここで、ババキンがシングルインフェルノタワーにタゲられているので、早めにアイアンピストを使い、逃げていきます。ここまでカットされていたら、嫌でも中心部へ入ってくれるわね。ヒーローパートにアイゴレを混ぜることで、下のヒーロー相手にも問題ないね。アイゴレとヒーローって相性抜群よな。中心では、ドラゴンにレイジをかけて、一気に壊していったよ。ここでトルネードトラップが出てきたぜ。これは厄介ね。だけど、ここはフリーズ、レイジ、エターナルトームの、連続によってなるべく被害を受けずに突破していきます。すごいわ。バルーンもまだまだたくさん生き残っているわね。ヒーローが生きてまだまだカットしてくれているのも、かなり大きいんだぜ。ドラゴンが3体ほど外周に回ったわ。だけど、バルーンたちが防衛施設へ向かっているね。ダメ押しのヒールだな。HP 満タンのバルーンたちがインフェルノタワー区画を壊していきます。ドラゴンはシングルインフェルノタワーに弱いけれど、バルーンが追ってくれたことによって、非常に有利になったぜ。あとはもう怖い施設はなくなったわね。この戦術は、配置の弱点をついた、素晴らしい攻めだったと思います。本部隊に入る前のカットが素晴らしかったわね。丁寧かつ大胆なカット、そして中心部での呪文での安定した壊し。大会やイベントに参加すると、たくさんの経験値を積むことができるぜ。皆さんもぜひ、いろんなイベントに参加してみてください。ナイス全開でした。それでは、竹優が1回戦落ちしたせいで今回は1本で終わりだぜ。あれ、そういえば、竹優の攻めはどうだったの？あまり聞かないで。それでは、ご視聴ありがとうございました。